こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいてアイテムの配布とフレンドクエストの情報が解禁されましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速内容を見ていくんですが、こちらですね。嵐が誘う歌方の宴っていうことで、新シーズン開幕記念キャンペーン、日英両ポストの合計5000リポスト突破でアイテム配布コード公開っていうことで、まあ、配布されるアイテムについてなんですが、マカライト鉱石が20個、ドラグライト鉱石が10個、大地の結晶が15個で、上流骨を15個をですね、今回配ってくれるみたいです。で、装備強化のチャンス、協力して5000リポスト達成を目指しましょうっていうことでね、まあ、今回来ていまして、日本版で3000リポストですね。で、一応英語版の方に関しては、900リポストありますので、もうほぼほぼ達成してますね。まあ、あと1000リポストぐらいあれば、まあ、達成しますので、まあ、明日の朝にはね、達成するんじゃないかなとは思います。僕もね、この後またリポストしておくんですけど、まあ、こんな感じでね、新しいアイテム配布っていうのが今回発表されています。続きましてこちらですね。これが新しく公開された大型アップデートのムービーになっているんですが、これでね、フレンドクエストの情報が映っていますので、見ていきます。で最初こんな感じでね、夏の大型アップデート第1弾ということで発表されてまして、まあ、アップデートタイトルですね。で、ここがね、もうかっこいいんですよね。もうクシャルダウラが流血症の地にね、いまして、古竜迎撃戦解禁ということでね、まあこれまだ詳細はね、明かされていないんですけども、こんな感じでね、ムービーが入っていまして、クシャルダウラがね、出てきてますね。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、ここでね、まあ一部、クシャルダウラのモーションとか、新モンスターのモーションとかがね、映っていまして、フルフルね、首伸ばしてますね。で、ガンランスのね、モーションがここで映っていまして、で、ここですね。ここでフレンドクエストっていう情報が出ているんですけども、まあ最終ポイントで採取するとか弱点属性武器でね、モンスターを討伐するっていうミッションが設定されていまして、これ報酬めちゃくちゃ大きいんですよね。ゼニーが3000とか5000とかね、設定されてたり、大地の結晶が10個とかね、設定されているので、アイテムもね、めちゃくちゃ美味しいですね。で、これでこんな感じでね、このフレンドクエストを開始しますか、みたいな感じで受注ができまして、で、この採取とかをね、しっかりやると、まあゲージがね、溜まっていくみたいな感じで、まあ、これで、ね、達成するとこのアイテムがもらえるみたいです。重ね着装備で、こっからね、あと新しい重ね着のね、情報も出ていまして、まあ、こんな感じのね、黄色いフードみたいなね、重ね着が出てきますよっていうのだったり、まあ、このね、浴衣みたいな重ね着も出てくるみたいですね。で、あとはモンスター続々登場っていうことで、まあ、7月8月ですね。で、終わりとなるんですけども、まあ、このムービーで流れていた新情報としては、まあ、フレンドクエストですね。で、あったり、あと重ね着のね、情報が新しく解禁されて終わりとなります。っていう感じで今回フレンドクエストがね、実装発表されましたので、まあシステムがね、どうなるかっていうのは、まあ正式にね、発表されたりとか、あとはアップデートね、実装されてみないとわからない部分もあると思うんですけども、まあ新たにね、フレンドとこなしていくミッションが出るっていう感じなので、まあこれがね、ただどうなんですかね。フレンドになっとけば離れていても達成できるとかだったらいいんですけども、まあ近くにそもそもハンターがいない人とか、そういった方に関してはね、結構厳しい内容になってしまうと思いますので、できればね、まあとりあえずフレンドを選んでおけば離れていてもね、一緒にやれるみたいなミッションだといいなとは思います。ということで今回はモンハンナウにおいてアイテムの配布と新情報が公開されていましたので、そちらについてご紹介させていただきました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。